皆さんこんにちは、リュウクリュウです。今日はですね、日本の CA さんあるあるを皆さんとシェアしたいと思います。こうやって元気に話してますけど、後ろでゆず先輩が見てはるから、ちょっと今日は気が重たいんどすいう気持ちでね、やらせてもてますということで、しっかり監視されてますので、変なこと言わないように気をつけます。はい、では早速まず一つ目、日本の CA さんはアフタヌーンティーが好きすぎる言うて、ほんまこれ好きすぎるんですよね、ゆう先輩。そうなんですよ、ほんまに。これはね、あるあるっていうか、私が思うですよ、ほんま何回も言うか、私が思う日本の CA さんあるあるです。本当に日系の航空会社で働いてる CA の友達とか、アジアベースの会社の子とかでも、日本人の子とかは本当にアフタヌーンティー好きな人が多いです。インスタグラムとかフェイスブック見てても、いつもね、アフタヌーンティー行ってきましたとか、先輩とアフタヌーンティーご一緒しましたみたいな、ね、写真がよく上がってます。ハッシュタグアフタヌーンティーみたいな感じでよく上がるんですね。で、よくある写真はですね、クルー仲間と多分アフタヌーンティーに行って、4人とか、まあ、2人とかいろいろありますけど、お店の人にこっちから写真撮ってもらって、みんなね、今ちょうど足元映んないんですけど、膝を揃えて、その揃えた膝の上に手を乗せて、この角度でハッシュタグアフタヌーンティー、これでいきます。はい、ということでございまして、本当にね、なぜか知らないんですけど、 CA の休日イコールアフタヌーンティーみたいに私は勝手に思ってます。私のね、カナダの会社ではね、アフタヌーンティー、まあそれは好きな人は行くかもしれませんけど、クルーの集まりとかクルーの休日にアフタヌーンティー行ったっていう話あんま聞かないし、インスタグラムでハッシュタグアフタヌーンティーはあんま見たことないですね。どっちかというと、みんなハイキング行きましたとか飲みに行きましたとかが多い気がします。はい、続きまして2つ目はですね、 CA とか、まあ、航空会社で働いてるっていうと、結構皆さんね、シャワリとかで飛行機安く乗って海外旅行とか、まあ、国内旅行どこでもですけど、休日オフに行けるんじゃないのって、よく行ってるんじゃないのって思われる方が多いかと思うんです。まあ実際私今働いてるカナダの会社とかはですね、結構フライトも自由に今トレードしたりとかドロップしたりとかができるから、まあ、休みの日ね、そうやってシャワリを使って旅行に行く人、まあ、結構います。まあ、僕自身ですね、休みの時とか、まあ、結構シャワリを使って旅行に行ったりとかもする方なんですけれども、これがね、日系の会社だとまたちょっと話変わってくるような気がするんですよ。何回も言いますけど、私今別に日系の会社で働いてるわけじゃないから、これ分かんないです、本当か嘘か分かんないですけど、私が思うあるあるですからね、何回も言わせてもらいます、これは動画の間に。で、なんで私が日本の CA さんは休日とかなかなかシャワリを使って旅行行かないって思うかって言いますとね、本当に日系の会社さんってシャワリでね、もちろん乗れるっていう、そういう福利厚生でもちろんあると思うんですけど、まあただ自分の会社にシャワリで乗るってなった時に、その便にですね、自分の会社の大先輩とかが働いてる可能性があるわけです。まあそうじゃなくても、自分の会社のね、まあ同僚がサービスとか、まあその乗務してるわけですね、その便に。その便にお客さんとして乗るってなった時、めちゃくちゃ気使うと思うんですよ多分旅行モードで乗ったところで、やっぱ飛行機乗ったら自分の会社の飛行機なんで、まあちょっと仕事モードじゃないですけど、休みの日に自分の職場に行くような感じになるわけですよ。で、知ってる大先輩とかいらっしゃったら、やっぱりね、気使いますし、やっぱり自分の知っている大先輩とかがね、働いてらっしゃったら、やっぱりもうこう背筋キューンってなりますよ。それがね、やっぱり長距離のフライトとかの、まあ遠いところに旅行行こうってなった時ね、大先輩がね、夜こう機内巡回してる時に、自分だけこう客室でカーって口開けて、なかなかね、そう、なかなかこうやっぱ日本人の感覚的に難しいじゃないですか。ということで、まあ旅行に行く時、逆に日本のCA さんはなんかもう普通にコンファームで他社の飛行機とか乗って行って旅行されてるとかいうイメージあるんですけど、イメージかもしれません。でもなんかそうやって聞いたこともあります。はい、自分の会社でシャワリー乗る方がすごく気使うから、もう普通に今は格安航空券とかいっぱい出てるじゃないですか。大手さんのね、航空会社とかでもやっぱ時期によってね、すごく安くで出てるから、もうそういうコンファームでも乗って、もうそれでね、行ってしまうっていうクルーさんも多いっていう風に聞きましたけど、これはほんまか嘘かちょっとわかんないんですけど、まあ何回ももう一回言いますよ、これ私が思ってるだけですからね。あとね、付け足すとすれば、これ日本の会社だけに限らず、結構航空会社、エアラインワールドのなんかこう習慣的なちょっとあるんですよ。外資もそうだし、うちの会社もカナダの会社もそうなんですけど、まあ自分がそうやってね、スタンバイとかシャワリで乗させてもらうときは、その日のね、乗務してるクルーとかパイロットとかの人にね、ちょっと手土産持っていく人が多いです。まあ本当にチョコレートとかね、まあ本当にちょっとしたものです。で、他のエアラインの従業員の方も、提携の航空会社であれば、福利厚生の一部としてね、お互いのエアラインを利用することができるんですけれども、他のエアラインの方がね、うちの会社に乗ってくださる時とかもすごく気を使ってくださって、人数分のハンドクリームとかハンドサニタイザーとかね、持ってきてくださる方もいらっしゃいましたっていう、そういうなんかね、ちょっと面白いエアライン独特な習慣もあります。続きまして3つ目
三つ目はですね、日本の CA さんは、ステイ先でパンツスタイル、もしくはワンピールスタイルが、多くなるっていう、こういう現象が起きるような気が私はしてます。結構ステイ先とかでね、日本の航空会社の方と同じステイ先のホテルになったりとか、まあそういうのがよくあるんですけれども、で、たまに私もそのステイ先ホテルで、まあ下に降りてロビーに行ってね、さあちょっと出かけに行こうって思った時に、5、6人ぐらいでね、こう集まって立たれて話されてる方がロビーにいたりするんですけども、もう私大体見たすが、この人たちは絶対航空会社の方だ、日本の CA さんだなって大体すぐ分かります。っていうのも大体ワンピーススタイルもしくはパンツスタイルで薄いカーディガン羽織ってるっていうパターンがすごく多い気がしますね。はい。でもね、カナダの会社はですね、まあ男女関係なくですけど、結構ねもう派手な格好ステイ先でみんなしてますね。ワーオーいう感じ、もうバケーションですかみたいなまさかステイで来てる CA やとは思わないような格好のクルーも結構いますけれども、はい。という私も結構現地の少年ですかみたいな格好してることが多いんで何も言えないんですが、ということで、はい。続きまして、四つ目はですね、さっきの三つ目と結構リンクするところが多いんですけれども、私さっき言ったように、ステイ先のホテルとかで、こうパッと見た瞬間、あ、この方たちは CA さんかなとかね、エアライン関係の方かなって、すぐわかるレーダーが結構ね、この CA さんある人多いです。特に日本の CA さんね、レーダーがもうビンビンに働いてる方結構いらっしゃいます。だからもうパッて見た瞬間、あ、絶対あの方航空関係の人やとか、あ、絶対あの方そうやわってね、すぐなぜかわかる、その同業者がわかるレーダーがある。これ日系の CA さん、日本の CA さんあるあるだと私は思ってるんですけどまたこれ言っとかなあかんから、はい、ということでございまして、なんかね、やっぱ髪の毛の感じ、もしくは化粧のお化粧の感じ、もしくは服装の私服の感じとか、カバンの持ち物の感じとか、なんとなく雰囲気でなんかね、あ、航空関係の人やろうなってわかるんですよ。なぜかこれ不思議なもんで、はい。で、男女関係なくなんとなく雰囲気でわかるっていうね、レーダーが結構日本の CA さん備わってる方が多いんじゃないかなっていうふうに思います。そして5つ目はですね、空港周辺で話すとき、日本の CA さんはめちゃくちゃ息を殺して隠語をたくさん使って話すということでございます。これも私が勝手に思ってるだけですけどね。まあ例えば成田空港の近くであれば成田とかね、成田駅周辺とか、まあ羽田空港とかでもね、羽田駅からすぐ近くにある飲み屋さんとかがある、そういうまあ飲食店が揃っているような、そういうちょっと大きな駅とか周辺でクルー同士で飲むときとかは、まあ基本ね、そういう場所は避けますけど、そういうとき飲むときはめちゃくちゃ息を潜めて話します。っていうのも、そういう街って航空関係の方がもうすごいたくさん住まれてるんですね。飲み屋さんとかもしかしたらもう航空関係の人しかいないみたいな飲み屋さんもあったりするんですよ、場所によっては。はい。ということで、例えば整備の方とか、グランドスタッフの方、CA の人、パイロットの人、まあ、そして本社の人とかね、いろいろ、もう本当に航空関係のもういろんな部署の人とかがね、お互い息を潜めながら飲んでるみたいな、そういう時あるんです。っていうのも、やっぱり会社名とか出してしまったりとか、職業がね、分かる、特定されるような話を大きな声でしちゃうと、やっぱり同じ同業者の人って、ん?どこの会社や?うちの会社のクルーか、うちの会社のどこの部署やみたいな、やっぱり聞き耳立てちゃうし、お互いすごい聞いちゃうわけです。耳がダンボになるんですよ、ほんまに。そういう時って、なので本当にそういう場所は基本避けますけれども、もし空港周辺とかでね、みんなで集まろうとかなった時は、まあとにかくめちゃくちゃ息を潜めて話すし、会社の名前なんかは絶対出さない。自分の働いてる会社の名前ももちろん出さないし、自分の、まあ、職業が分かるようなことはあんまり言わないようにします。もう基本隠語で話すわけです。もしちょっと楽しくなってきちゃってね、チラッと口を滑らして会社の名前言ってしまおう、もうな、言ってしまうようなものなら、もう周りの来る仲間から、シッって言われます。すごい剣幕で、シッ、ああ、そうです。そういう感じ。シッって言われます。みんなに。それぐらいもう絶対 NG、 その空港周辺とか航空関係の方が多いところでの会社の名前とかを禁止っていう感じで、はい。なんか結構徹底されてると思います。私の時はそうでした。はい。そして、6つ目はね、さっき5つ目の、まあ、隠語を使って話すとか、ちょっと似てるんですけれども、結構、まあ、CA さんのみならず、航空関係の人って、プライベートでも、この航空関係の用語とかを使ったりする人が結構多いイメージがあります。例えば、まあ、一緒に飲みに行こうとかってなって、まあ、5人ぐらい飲みに行こうってなった時、1人ね、こう、来なかったりとか、ちょっとドタキャンで来なかったりすると、何々ちゃん、脳症やん、みたいな。やんってちょっと関西弁の人が、何々ちゃん脳症だねとかって言って、脳症っていうのはお客さんがね、その搭乗ゲートに現れないことを言うんですけれども、はい、脳症やんとかってそういう風に使ったりとかね。例えば休日に一緒に飲みに行ったりして、一人の子がね、すごいこう酔いが回っちゃって、もうこんなぐったりね、もうベローンってなってきてたら、ちょっと何々ちゃんインキャパやんみたいな感じ。インキャパっていうのはインキャパステーションって言って、まあパイロットとかね、クルーとかが乗務中に病気であったりとか、なんか意識がなくなったりとかして職務につけない時のことをインキャパステーションって言うんです。その略
をインキャパって言うんですけど、インキャパやんとかって言います。なぜかそういうね、航空用語をプライベートでも使う傾向があるイメージがあります。カナダの会社とかで友達同士、クルー同士でそういうエアラインの用語使うかなって思ったらどうなんでしょうね。私そう言われてみたら分かんない。日本の会社の時はすごくみんなそのエアライン用語を使うなっていう感覚があったんですけど、今結構どうでしょうね、使ってんのかな。でもなんかそういう日本みたいな面白い略式で言うのがあんまないような気がします、こっちでは。はい、そして最後7つ目、7つ目はですね、結構聞かれた方もいらっしゃるかもしれないんですが、日本の CA さんの間では怖いクルーのブラックリスト、ブラックリストが出回ってるっていう話です。はい、これはね、嘘かほんまか、ほんまです、ありますよっていう風に聞きますし、私も見たことあります。はい、だから自分の会社の怖いね、 CA の先輩とかっていうのとか、結構厳しめの大先輩の方、一緒に飛ぶときに気をつけた方がいいよ、ここを注意されること多いからこういうとこ気をつけた方がいいよとか、この先輩はここすごいよく見てはるから、ここ一緒に乗務するとき気をつけてやった方がいいよとかっていうね、そういう、まあ、ブラックリストって言い方が悪いんですよね。本当に尊敬すべき先輩一覧で、その尊敬すべき先輩一覧が、一番大切にしてるモットーみたいなのが書かれてる、そういうリストがね、まあ新人で入ってすぐの時とかは結構ね、出回ったりします。はい、なのでまだね、入ってすぐって飛ぶたび初めての名前ばっかりなわけですよ。先輩の名前も全然知らない、みんな初めてご一緒する方ばっかりなんで、まあどういう方かっていうのをね、乗務前にイメージを膨らませるためにそういうリストを見てですね、あ、この先輩はこういう方なんで、じゃあ明日こういうとこちゃんと気をつけていく、まあこの先輩の重点はここにある、ここをすごく大切にしたのやったら、あ、こういうとこちゃんとやっとこうっていう風にね、気をつけるっていう、そういう風なね、うまいことやっていくスキルも必要だったような気がします。はい、ということでございまして、これなんか日本の CA さんだけって言ったらすごいなんかちょっと偏っちゃうんですけど、そんなことないのかな。でもね、カナダの会社のブラックリスト的な、ブラックリストじゃないです、すごい尊敬すべき先輩の一覧みたいなのね、こちらではあんまり見たことないですね。ということで、結構ね、噂になるクルーっていうのはもちろんいます。有名なクルーはもちろんいますけどね、そういう一覧みたいなのはね、こっちの会社ではまだ見たことないですね、というご報告でございました。はい、ということで7つ、まあ日本の CA さんあるある、私が思うって、ここにでかく書いておくの、私が思うでかく書いておきますね。思う、あくまでも日本の CA さんあるある7つを紹介させていただきました。もうこれ全然ちゃうがなとかね、めちゃくちゃ偏ってますやんって思われるようなことありましたら、まあコメントで残してくださったらと思います。私もね、日本の会社で働いたのって本当に短い間でしたし、まあ私の日本の会社で働いている CA の友達とかから聞いた話、そんなもねベースにして、私が思う CA あるあるをご紹介させていただきました。まあ役に立つ内容では一切なかったと思うんですが、今なかなかね、飛行機に乗って旅行に行くこともできないですし、まあちょっとたまにはこういう航空ネタもいいかなと思ってお話しさせていただきました。はい、これね、全然事実かどうかっていうのは全然そういうのの確証取れてませんから、まああくまでもこれは私のたわごとでございますので、皆様聞き流していただければと思います。ということで、今日も動画見ていただきまして誠にありがとうございました。もしよければチャンネル登録、いいねしていただけるととっても嬉しいです。ということで、また次回の動画ですぐお会いしましょう。バイバイ。